見た目が。今日は、しまこ私の誕生日でございます。11月15日、お母さんからもらったプレゼントを開封しようと思いますので、一緒にお付き合いください。本当はね、11月の初めぐらいには届いていたんですけれども、あえて誕生日当日にと思っておりまして、今開封していきます。もう中身はなんとなく分かってるんですけどね。はい、じゃがじゃーん。はい、これはぬくもりエリー。一度来たら手放せない究極の温かさ、肩こり軽減、首元まで優しく包み込み、ぬくもりを逃がしません。襟元を改良しました。レディースのじゃんじゃんじゃん。はい、じゃじゃん。
んこでいいのかな、ちゃんちゃんことは言わないのかな。はい、こんな感じで、この首の長い、首が長いですね、可愛いんです。これ羊さんのマーク、マークというか羊さんの模様なんですね。可愛い、ふわ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 、気持ちいい、ハッピーぐらい気持ちいいです。ハッピーニャンぐらい気持ちいいですね。ハッピーニャンの名前呼んでるからハッピーが反応してますね。はーい、あ、おかげさまで42歳になりました。そっちから見たらこうかな、42歳になりました。してみます。もこもこ、これは冬の間重宝しますね。うわー、あったかーい、あったかーい、いいねいいね。うわー、ここがすごいじんわりあったかいです。この首のところが、はい、どうですかね。ちょっとこの青色が合ってないかもしれないです。ちょっと青色のやつ隠そうかな。青色を隠して、青色を隠して、今日黒の T シャツにすればよかったかな。隠して、あー、いいんじゃないね。こんにちは。はい、いい感じですね。はい、いい感じですね。はーい、あ、これは結構この Vlog にも登場してきそうですね。で、他にもありました。これは、わー、かわいい、かわいい、日焼け紫外線防止の手袋ですね。最近よくするようになったので、かわいい、お花と水玉ですね。かわいい、超絶かわいいんですけど。わあ、あ、これスマホが使える用の、で、こうスマホがスクロールで使える用の指になってます。はい、ね、右にしかないので、右にしかついてないので、ここの部分すごい、超かわいい、わー、ありがとう。こんな感じですね。はい、かわいい、わー、ありがとう。こう外に出るときとかね、運転するときとかいいですね。わお、はい、そして、まだありました。かおりちゃんへ、父母よりと書いてありますね。書いてあります。お父さんお母さんありがとう。ありがとうとは言わないですね、ありがとうって言いますね。富山弁のイントネーション、ありがとう、ありがとう。内容はね、何が入ってるかはちょっと口頭で聞いてるので分かってはいるんだけど、まあ開ける楽しみということでね、作りたての味、フリーズドライ、天野フーズと書いてありますけど、じゃんじゃ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 ん、おお、これ2年前ぐらいの誕生日もこれもらった気がしますね。これお湯を注ぐだけでフリーズドライで、あの、ご飯になるんですよね。五目あんかけとか、お湯をかけるだけで使えるやつね。五目あんかけ、これご飯にかけるやつ、あ、これは、これもお湯をかけるだけの、これはね、 お味噌汁、豆腐の味噌汁、乳麺、あー、これ全部食べたことあるや、前にも2年前にもお母さんから同じものもらってますね。乳麺ね、あ、これも美味しかった。チーズリゾット、チーズリゾットね、カニ雑炊、これ私の Vlog YouTube に大活躍しそうですね、これから。はい、すごい、ごぼうとレンコンのお味噌汁、いいですね、すごいな、いっぱいいっぱいあるよ。ナス、ナスのお味噌汁とかね、卵のスープ、卵のスープでしょ、あと出し、あー、これ卵とろっ
と卵の親子にご飯にかけるやつかな。ご飯にかけたら親子丼って書いてありますね。はい。お湯をかけるだけでね、すぐ、あ、これも美味しかったな。確か野菜と鶏肉のカレー、いっぱいいろいろあります。大根の味噌汁とか、あと出してない、あ、5種の野菜、これで全種類いったかな。これで全種類ですね。まだ、数はありますけれども、はい、たくさんいただきました、はい。本当にね、この産み育ててくれたお父さんお母さん、本当に、今42歳になっていろんな経験ができて、もう本当にたくさんこの人生いろんなことを経験することができたな。出来事とかやったこと、行動レベルもそうですけども、いろんな感情、いろんな思いを感じたり、いろんなことを考えたりね、その喜怒哀楽、どの場面をとっても全てが経験として、いろんな、どれとして同じことのない感情ね、うーとか、あーとか、イエーイ、うわーとかね、はーとかね、いろんな、もう、こう、悲劇から喜劇までね、いろんなことを経験できて、できた、ありがたい42年を過ごさせてもらって、いい経験ができました、この世にね、産んでくれて、そのおかげで私はいい経験ができました、この人生、本当に、いつも、悔いはないというか、いつも今満足してますね。ありがたい。あとはまあ、風任せと言いますか、風任せ、自分任せと言いますかね。自分に任せて漂うって感じかな。自分の自然に任せて、生きていこうと思っています。はい、ありがとうございました。ご視聴者様、ファンの皆様からもたくさんお祝いやプレゼント、メッセージたくさんいただいてありがとうございます。本当に嬉しかったです。これからもどうぞよろしくお願いします。では以上、お父さんお母さんから届いたプレゼントのご紹介でした。ありがとう。